続きまして、レジデンチ・プルデンチ同じ機関の井村知事代表氏に講話を行います。よろしくお願いいたします。
ありがとう、うごか。違いますよ。違いますからね。そんなこと言いますね。小学生みたいなことね。ありがとうの反対わかるから。ありがとうの反対のこと。わかんないですか、ね、ありがとうの反対はね、当たり前という言葉だった私は教えていただきましたね。日本語のありがとうというのは、あることが難しいと書きます。ね、反対というのは、当たり前、あることが当たり前というね、まあ、それが反対の言葉だ、ね。私たちはこう、生活の中で、せっかく書いたものを忘れてました。生活の中でね、いろんなこう当たり前というものをね、持って生活していると思います。ね、あそこゴキブリって言ったら、みんな叩きに行くでしょう。ね、いないですよ。ちゃんと掃除してくださってますから、ゴキブリは本人いませんけども、ゴキブリが出たら、ね、皆さん、叩きますね。なんか最近は、シューってね、こういうものがありますね。便利ですね。ちょっと汚れるけども、でもスリーパーも汚れんし、シューってかけてちょっと戻ったらね、ピクピクピクってなんで、次の用事から止まっとるわけでしょ。便利ですね、よくね、昔家にゴキブリが出ますとね、一つゴキブリが出ると30匹隠れてるって私は教わりましたね。だからその一つを何としてもね、つけないかなと、そういうふうに教わりませんでしたか。ゴキブリに餌を与えてみなさいと教わりましたか。教わらない、ね、ゴキブリは殺せと教わります、ね、そして家の中でゴキブリが出ますと、家族がみんなね、シャワーを入れスリッパをもっと追いかけ回すわけです。そうですね。それで、バチンと飛ばして、やったらね、やったって、よくやったって。ね。まあ、あまり綺麗な話なんですけども、これが私たちの当たり前ということですね。はい。皆さんも、そうですか。ね、今から、2年ほど前ですかね、うちの娘が3歳の時でした。家にね、いつもはほとんど出ないゴキブリがたまに出ることがあるんです。こちらのゴキブリというのは足が長くてね、日本のはこうここにハクついたように動くんですけども、こっちはちょっと浮いとるんですよね。カサカサ動きがね、大きい、ね、見つけましたね。僕もそこに近くに娘もいたし、ゴムリは来ましたね。覚えてないんですけども、なぜこう見つけてね、パシッと言ってね、やったって言ったわけですよ。そこで娘がね、パパ、ゴキブリさん何したのってドキッとしましたね。ドキッとするんです。私たちはこう当たり前にゴキブリを見たら殺しなさいって言って教わって、子供の時にね、ゴキブリをやっつけると褒められる人ができました、ね。でも、まあ、何を考えするのというかは分かりませんけどもね、ゴキブリさん何してるんですか、何もしてないね。ただ歩いてるだけですよ、ね。そこの、ね、ブラジルサンパウロは治安が悪いと聞きますけども、そこ歩いてるだけでね、バンって叩かれて殺されたら、人間界では大事ですね。もう何をしたんですか、何もしたんですね。ああ、そうか、思って、なんだろうなと思いながらね、まあそういうこともあったわけであります。ね、まあ他にはね、当たり前と言いますと、話す気です。話す嫌いな人はあんまりおられないと思います。この話じゃないですよ。ね、ブロー、ですね。このエルとアールが難しいんでね、できないんですけども、全然分かっていただけたらなと思います。花っていうのは、まあ、綺麗ですね。私たちの心をこう、和ませてくれる、ね。それが花ではないかと思います。花を見てね、くっついてやるというのはね、なかなかおりませんね。うん、この間の年末にですね、大掃除でね、お寺の方で、させていただきました。まあ、仏教会、婦人会、聡明会、青年会、子供たちは手伝ったのか、邪魔しとるのか分かりません。
力のいる仕事をするとかね、まあ、この人じゃあまあそのまあこんなこといろいろお受けた人はあの庭とかその辺をこう掃除してくださったと思います。ね、プレゼントのお寺の人はもちろん知ってないと思いますけども、パーキングって言いましてね、公園があって、そのこちら側にこう、リモンの木とかね、アセロラとかね、まあ、なんかちょっと売れてるところがあるかなとかね、でそこの方もずっと仏教会の方がね、まあ、昔こう、弊社の方がね、一生懸命こう、あの掃除をしてくださったことがあるんですね。だから、あの、なんでか、僕もふとね、こちらに行きますと、パーキングには滑り台の上でね、まあ、うちの娘です。あまり娘は寝てるからいいんですけども、あまり言うと後は怒られるんですね。パパ、私パパ行ったでしょって怒られるんで、とってしょうがなかったと思うんですけども、滑り台の上でね、座ってるんですよ、ね。で、どうしたのとか言ったら、半分泣いてるんですよね。なんか喧嘩でもしたのかな。だから、あの、じいちゃんたちがお花取りに行くんですね。で、何やってたら、その、掃除をしておられる業界の方が怒られまして、ハリコちゃんに怒られますって言うんですね。で、まあ、子供っていうのはね、あのどんな花でも花なんですね。私たちにとっては綺麗な花ね。例えば、ね、花の名前が出ること、あの心はありませんけどもね、まあ、うっとるような花が、つまりいい花であって、その辺、どこでもそんな花っていうのは草。そのように雑草ってことなんですけどね、雑草って言うて全部抜くわけですね。その中にはあの花がいっぱいあったわけですね。それを見て花を全部こう抜き寄ってね、半分こう目に涙をかけてね、こう言うわけなんですね。それを聞いてね、おじいちゃんたちの仕事をするわけだからね、やめるとも言えませんけどもね、困ったんですけども、でも、それも私たちの当たり前ですね。庭にきれいな花があったら、その周りの草は抜く、ね。最近、便利なものがありますね。こう、なんか、中で液体かけたらね、ちょっとまさにそこの草全部枯れてるとかね、なんか除草剤というものがありますね。便利ですね。最近、人間の手を使わずに、いろんなものを殺す道具が、増えた世の中かなと思います。まあ、それもまあ一つ一つの足りないということではないかなと思います、ね。まあ、そうやって当たり前当たり前といって、いろんな命をね、私たちは、ね、殺すというかね、叩んでたら叩くのが当たり前ですね。夜寝とっても電気つけてね、こんなちっちゃいものをね、こんな大きいのをね、こんちくしょう追いかけ回して追いかけ回してね、やるまでは寝られずにやるわけですよ、ね。毎朝こう朝日をねさせていただいております。だから朝日の時にもね、やっぱりやつは来るんですよ、ね。邪魔しないでほしいと思うんですけども、やっぱりやつはね、この辺も来るんですね。でこの辺も俺はいいんですよ。ああね、嫌だなと思いながらお集めをさせていただくわけなんですけどもね、一度ね、あのここにこうで、皆さん覚えておいたらいいのか分かりませんけども、蚊が止まったときに蚊が逃げないようにする方法って踊るんですよ。僕、本当は知りませんけど、昔からね、その結局柔らかいところに刺さるわけでしょ。そこをグッと力で硬くなる。そこが抜けなくなる、ね。それを教えたらまた蚊が殺されるってなってくるんですかね。いいのかどうかなんですけども、そこでね、私もこう座ってお勤めをさせていただきます。はい、説明いただいておりますと、蚊がグロンとここに止まりました。で、指のここってね、結構筋肉あるんですね。もう皆さんこう閉じてグッてされたら、グッとここ出てくるでしょう、ね。やってみましたか、ね、ここに止まった瞬間にね、僕はグッと力を入れたわけです。で、お経を読みながらね、どこで来るのか忘れましたね、近くに。だからね、こうやって、パーンって、やったんですよ。ね。お経を読みながら顔を殺すね。ね。どうなんでしょうね。ね。なんかもう、話を
比べてね、何なんだろうって思ってしまうわけですね。うん。ああ、先ほど見ましたように、国際、雑という字をつけて、雑といらないものとして、ね、虫という字に、害という字をつけてね、害虫、ね。鳥という字に害用という字をつけて、害鳥。人という字に害をつけたら害人。意味は違いますけど。まあ、いろんなものに害という字をつけてですね、こう私たちは自分たちの周りから解けようとしていくわけであります。ね、皆さん、今言ったこと、みんなされたことあるでしょ。ゴキブリ殺したことない人。ね、草を植えたことない人。蚊殺したことないよ。私はいつも蚊に餌をあげとるよって言われませんね。でも、たったそれだけのことのように思いますけども、それがね、こう、ずっといたときにね、どこに行くのかなと考えてみました。ね。ゴキブリ、顔を殺したら、ちっちゃい人に行きますね。顔を殺したら褒められる。ね。ゴキブリを殺したら褒められる。そうで、人を殺したら、ダメですね。ダメですね。でも、戦争になって人を殺したら、褒められますね。ですね、戦争って何で起こるんですか。自分の国が大切で他の国が外国だから、外国ってその外邪魔な国だから、ね、自分の思い通りにならんからといって、武力で持って、戦っていくわけですね。自分の思い通りにしようとしていくわけですね。まあそう考えると私がこの顔を殺すというほんの小さなことのように思いますけどもね、私たちがテレビで戦争のニュースを見てね、自分のことだとはまさか思いません。でも、ずっと行くと、もともと同じことなんでしょうね。自分というものがあって、それが大事で、それの思い通りだなというものを排除していこうという、その心というものがある。自己中心的な心というものがある。ね、それを仏教では煩悩と、ね、いうのではないでしょうか。親鸞聖人はですね、その煩悩についてね、私たちについてですね、煩悩、具足の煩悩、煩悩がくっついておるものです。ね、煩悩、至上の煩悩、ね、煩悩がこう、煩悩を燃やしながら生きているものですよ。煩悩の成就の煩悩、ね、煩悩が完成した煩悩ですよ。ね、まあ、いろんな言葉で、私たちにお示しになってくださっております。ね、その煩悩というのはね、なかなかこう、昨日でしょうかね。文部という名門の我らが入り口にね、死ぬ時までなくなりませんよっていう、言葉を言ってくださった先生がおられましたね。まさにその通りでございます。ね、自分の思い通りなら思い通りなら思い通りにしたい、思い通りにしたいという心がこうすると思ったまま死んでいくわけであります。ね、死にたくない、死にたくないと言いながら死んでいくわけでありますね。それが、私たちの命であります。でも、当たり前のことということを見たときに、私の命の上では、年を取って、生まれたものは年を取り、病になり、病気になり、病になり、死んでいくというね、それは当たり前のことですね。皆さん、健康がありがたかったなと思いますね。そうじゃなくなって初めて、思うんですね。若い時思ってましたか？思ってないですね。風邪ひかんかなと思ったことありますか？仕事休めると、ね、風邪ひいた時まで誰もね、親が仕事に引っ張り出さんだろうね。熱出るから学校休みたいな、お腹痛いから熱が出るからということ、ね、健康が当たり前だと思ってるからそういうことを思うわけ。私たちが当たり前だと思っていたものというのは、むしろそれはありがたいものであって、ね、私たちが来ると思ってなかったんですね。年を取るとか、病気になるとか、ね、死んでいくとか、そういうものの方が当たり前であったというのがね、私たちの命でありますね。また時間があります。お寺によりますと、いろんな話を、ね、聞かせていただきます。お寺にお参りされる方というのは、まあ、いろいろこうお話をね、聞いて
ておられるからでしょうね。まあ、ありがたいなと思うことをいろいろ教えてくださることがありますね。まあ、いくつかね、聞いた話を言いますとね、こうやってね、年を取ってね、別にお金を失うわけじゃないけどね、お寺にお参りできるだけでありがたいなと思うんです、ね、思いますか。世の中にはね、お寺に行きたくても行かない人もね、そういう人が、お寺がこんなに名徳だとしない人もおる、ね、そんなこと思うとお寺にこうお参りできるだけでありがたいなと思うんです、ね。まあ、日本でもね、こちらでもそういうようなことはね、聞きます。そうやって今思われる方もおると思います、ね。またお参りとか行きましたね、お参りたい話をしていますとね、年を取るとね、耳がまず通る、ね。よく聞こえるようになって、足が悪くなって、体のあちこちが痛くなって、目もあんまりよく見えるようになっていて、ね、年を取るたら、あんまりこう、ええことじゃない、嬉しいことじゃないけど、でも、こうして、ね、この年まで生かしてもらった。世の中には、同じ年でね、もう亡くなっていかない人もたくさんある。ね、自分より若くて亡くなっている人もたくさん。そんなことを思うと、今こうして命をいただいている、ね。あっちがいたい、こっちがいたい、文句言わずにね、喜ばないかなと思うんです。そう思いますか。どうですか、ね。まあこれはね、きっとね、うちの父親が言っているだろうということが、ね、あります、ね。僕もそうです。うちの息子はね、まあとてもこう人に、自慢できるような人ではない。ね、まあ、よう親と喧嘩するというか、まあそんななんですね。でもこう、まあ、ブラジルといいますとね、日本でもいろんな、ニュースがありますね。大体悪いニュースが日本では流れます。すると、はあ、ブラジルというこんな危ない国でね、何しとるかわからん、ね、クソ息子だけれども、まあ元気でやってくれとるだけでええかなと思う、ね。そういうふうに思っとるじゃないかなと勝手に思ってます。ね、もしかしたらそう思ってないかもしれないですね。うん、まあいろいろわかりませんけどね。そうやって、そういうことって皆さん、自分の息子さん、娘さんでもお母さんが人に自慢できるような息子でも娘でもないけどね、若くでこう、ね、命を終えていく若い人もたくさんある、ね、親より先に、亡くなる子供がたくさんある、そんな時代に、まあ、今こうやって追ってくれるだけで喜ばないかなって、ね、親孝行せんやなんやかんや文句を言っちゃいかんなって、ね、そうやって思われる方、まあ、おられると思いますね。うん、でもこう今言いましたようなことですね。どうですか、そういう話を聞いたときどう思いますか。あ、そうだなと思われる方が多いのではないか。ただこの話というのをよくよく聞いていきますとね、前半は大体こうありがたいな、後半ですね、他の人と比べて自分がありがたいな、ね、病気の人もおるのに、亡くなった人もおるのに、まだ命があってありがたい。もっと言えば、人の不幸の上にしか自分の幸せというものを見つけられない。ね、それが私たちのね、この本音というか、ね、どこまで口で平和なことを言うときもあります。それを聞いた人が、誰もね、この人悪いこと言うとるなとは思いません。悪いと思ってする悪いことは重い、ね、悪いと思わずにする悪いことは深いというふうにね、先日何て言うんですかね、そういう言葉を聞かせていただきました、読ませていただきました、確か、はい、悪いと思わずにそういうことを言う、ね、私たちの心というのは人のところまで届かんのですね。自分のこと、ね、人のことを踏み台にして自分を
まあ、お寺に行ってね、いろんな話を聞かれて、そういうふうに私に話をしてくださる、ね、ありがたいなと思います、ね、何もあれこう今の私を今の状況を喜ばせてもらうということは、ね、文句言っていくよりも大切なことだとは思います。ただそこに人の心、ね、そこまで気持ちが届かん私がこうというのも一つの事実ではないかなと思います。お寺に行っていろんな話を聞かせていただきますね。いい話を、ね、ありがたい話を聞かせていただく。じゃあ私たちはお寺に行ってどうなるんですか。偉くなりますか。いい人になりますか、ね、ありがたい人になりますか、ね、清らかな人になりますか、優しい人になりますか、ね、お寺でそういう話を聞いてどういう人になるんでしょうね。お寺に行ってね、私たちは偉くなっていくんじゃないですね。いい人になっていくんじゃないですね。この私の好みの罪の深さ、煩悩の深さというものを知らされていく、ね、悪人正義とお示しになってくださいました。この悪人というのは私のことだったなと知らせていただく、ね、お寺に行ってお話を聞かせていただくということはそういうことではないかなと。何万万つのお救いというものはね、私をいい人にして、偉い人にして、ええところに連れてってあげるよという、そういうお救いではありませんでしたね。この煩悩まみれ、煩悩だらけのこの身に、阿弥陀様が導いてくださって、ね、この煩悩まみれのこの身の外側を阿弥陀様のお光で包んでくださって、ね、救われていくというのが、皆様のお救いではないでしょうか、ね、私たちがね、そうやって煩悩のことを知ったところでね、うん、なくなるかというと、パッなくなりません、ね、なくなったら縁ですけどもね、なくなったと思った足から新しい欲望が出て、新しい煩悩が出て、ね、それは死ぬ時までならないのと私にねお示しになってくださっております。この煩悩を先ほど最初に読ませていただきました我が子さんがやってですね、煩悩を断ずして願うことだけ、ね、煩悩をなくして仏にならせてもらうんじゃない、煩悩を身のまま救われて仏にならせていただく、ね、その命に私たちは今その働きに出会わせていただきました、ね、お光というのはね、きっとずっとね、私を照らし、ね、導いてくださるんでしょうね。でも、私たちはね、その光を雲というものでね、見えんものにしてしまうことではないでしょうか。ね、今、雨が降りますと雲がありますね。雲の下、真っ暗ですか、ね、それとも少しでも光があるでしょうか。ね、こちら側からはその光というものは、どこから来たというのは直接は見えませんね、うん、でも正真の中にあと出てきますね。肥料、日光、風雲ですね、文具、資源のもの、ね、たとえ、日光の文具に覆われても文具の下明らかにして闇の木が落とし、たとえ曇っていてもこちらが、光、太陽というものを見ることができなくても雲の下が明るい、明るいということは光が届いているということです。それほども私たちの側からは雲を取るから見えんことにしてしまう、ね、そういう中で私たちは毎日暮らしをしている。お寺に行って、ね、法務さんにお参りさせていただいてお話を聞かせていただく、ね、こちらから勝手に見えんことにしてしまうのだけど、ね、いつも光の中におらせてもらったものだったんだなと喜ばせていただき、お念仏させていただくのが法務法というね、ご縁ではないかなと。その姿に気づいたときに、ね、少しでも仏様の願いに、ね、そういうように生きていようとね、法者の生活というものはそこにもあるのかなと、ね、いつもいつもね、仏様のお慈悲のようには私は生きることはできないけど、ね、何かのご縁にない、ね、仏様の話を聞く
いただくね、仏様の時期に出会わせていただいた折には、少し心がけてね、真似事をさせていただきましょうというのも、お教えをしています。ね、お念仏を申しながらね、仏様の真似事をさせていただく。ね、それは私たちの日暮らしではないかなと思います。煩悩というね、なかなかのものを抱えてね、そのような生活をさせていただきながらね、この2014年をね、生かさせていただきましょう。これをもちまして私のご縁とさせていただきます。足りないところはですね、あとの高橋先生がすべてスパッとまとめてくださいますので、はい、高橋先生の話をよく聞いて、僕の足りないところを聞いていただけたらと思います。これでご縁を終わらせていただきたいと思います。